はい、皆さん、こんにちは。アジでございます。ファイアクリスタルやっていきましょう。次は地下2階だね。地下2階に行くのは、これだったんだよね。で、裏を向いて、あ、こうです、こうです。で、まっすぐ行けば。もう私倒してるんでね。ただ、こっから2階からは、どしどし敵が出てくると。2階はね、2階もあんまり回ってないんですよね、実は。ああ、でも2階結構回ったね。ここどうだ、ああ。ランタンね。これどこかな。よし。1、2、3、4。ああ、アークスメン4人になったら攻めてくんだ。なめられちゃったねってみたいなね、感じがしちゃいました。ああ、ここ、回転床あるとこか。そうだね。ぐるぐるっと回るとこがあるとこですね。よいしょ。で、おお、押しかけられまくってんでね。ほいほいほい。で、これ抜け、ここに、抜ける壁があるんですよね。まあ、私もね、ああ、そうだそうだ、思い出した。もう全部のマスを回りましょうという感じで、今回、進めてますね。近い、1回はね、全部のマス回りましたので、ほいほい。でね、ここには、あ、今ね、座標言いましょうか。今、ここが降りてきたでしょ。これがね、座標が言うとね、地下2階の、これが12の1。で、今私、西に向いてます。っていう形になると思います。で、扉はここしかないんですけど、ここ入るでしょ。ん？ 12 の1だよね、私。通り抜ける地図が違うようになってる。ああ、でもこれ12の1だよ。で、これ、あ、出てこない。で、あ、そうですよ。でね、MSX マップじゃここなんですけど、それ抜けが。これ多分できないですよ。あ、できる。あららららららできんだね。あ、私、ここの地図は MSX 版見てなかったから、MSX 版見ると全然わかんない。ほよよよよよ。これすぐ、何？ これすぐ地下行けるじゃない？これ。あ、これ上ね。あ、そうかそうか。ここからは入れないんだ。ああ、でもすぐ登りに行けるんだ。うわ、私、これ回転床行きながらすごく舐めて回ってたからね。いや、ショック。これだね。私、いつもこっち回ってたんですよ。で、ぐるぐるぐるってここで、ま、ぐるぐる回されて、で、してたんで、うわ、すごく遠回りしてたんだね。死んなかった。あ、しまった。あ、でもいい。まあまあ、いったね。今ね、1、2、1、2、3ってやっちゃったんで。で、これで、今ね、ここはね、14の5のはずですね。これはね、南向いて、左曲がって、で、左。で、また出てくる。アタック、1、2、3、4、5と。いやー、ちょっとね、ちょっとモチベーション上がっちゃいました。ジェニーさん出てきたんでね。ジーニーさん？で、こう回って、まあ、この凹んでるとこみんな仕掛けられてると思いますんで。はい。はい。はい、宝石ね。ゴリラが宝石持つんだね。こんなこと言ったら怒られるかな、ゴリラに。ねえ。はいと。彼ら逃げないんだよね。あ、ここも仕掛けられてるのかな、一つと。もうなんかゴリラすごく出てくるんだよね。で、ここに、取り抜けることができるんです。これ私はもうね、もう指で覚えてんで。で、これどこになるのかな？ああ、2階の、MSX の版の2階のマップですごく違和感があるというかね、なんか変な感じ。ああ、もうこの時私覚えてたもんね。で、これ行くと、また扉に入、ワープしちゃうんで、これね。ああ、これランダムに出んのか。これ今北側に出ましたね。これ普通に南に出たね。これは西に出たのかな？そうだね。あ、これで元に戻った。で、左曲がって、どんどんと北に向かいます。今これが、13の10ですかね。どうせ逃げんだからね、連続で出てくるのもあれですけど。で、ここはちょっとした部屋になってまして、はい。
もうね、左手っていうのをやめましたね。地図見ながらだったら左手見なくて、左手やらなくていいもんね。はい。あ、彼らは、ナメクジも買ってくるんですよね、これ。で、出ると、ちょっとした通路に出るんですよね、こう。で、こっち。もうほんと、カードに仕掛けるの好きだなぁ。で、これ、右の扉ね。北に向かってます。で、この部屋を舐めましょう。ほい。これ、ひょっとしてずーっと1階でもいいのかな？ああ、もうだってこれ仕掛けがないから、そういうことだよね。ねえ、ルビーはなんかたらふく手に入ったっていうのを聞いてるんですけども。いやー、ほんと、まあ、ありがとうございます。1階でジーニーさんはとりあえずね、もう、再来しましたね。だからもうこれバトルしなくても手に入んだね。よいしょ、ちょっと地図をね、地図を今見ましょう。今ちょっとね、YouTube のコメントをおさらいしたんですけども、皆さんからいただいた分ね。で、これ右に曲がって、今これを西に向かいましょう。西に向かって、ここはもう私がいつも帰りで使う道だね。一応通りましょうか。これね、いつも私が帰りに使う道です。さっきの黒いねとかありましたよね。はい。これね。で、こっちにも、ああ、これも通れるのか。でも通らない方がいいね、これはね。こういう感じですね。3、上に上がる階段があってと。これで、あ、今西半分や東半分行ったかなと、まだ行ってませんね。1、2、3、4、1、2と。1、2、3、4、1、2って言っちゃうと、私のパーティー6人いることになっちゃうもんね。で、これ左曲がって、いつもこれまっすぐ行って降りていくんですけども、左曲がりましょう。そうすると、3×3 の部屋なんですよね、これね。はい。全部出てくるんじゃない？あ、出てこない。あ、ここはカード以外の場所に仕掛けられてるのかな？アクスメン4人じゃなかったら、あれなんだね。あ、両脇に仕掛けられてるのか。3人だったら大丈夫なんだね。4人になったら、引かないんだね。本当になんか、あれだね。かなり自信家なんだね、アクスメンさんね。もう、なんか舐められた気がしてね。ちょっぴり嫌なんですけど。で、これまっすぐ行って東。ああ、ごめんなさい、西ですね。7の10に入ります。これでね、7の10です。で、まっすぐ。で、2×3 の部屋ですね。6マスの部屋。で、左入って、行き止まり。はい。で、ひょっとするとこのゲーム、全部くまなく回らないと手に入らないように仕掛けになってるのかな？ それもそれで困ったもんだな。あ。よいしょ、今ね、ランプ取った時思ったの。ランプの場所で全部走破したのかな？今までの順路でね、ひょっとすると。怖いなぁ。そういうフラグ、一面一面につけてるとすると、要は足跡が全部ついたら入るとか、そんなのやめてよ。ああ、もうこの敵ぐらい、うわ、魔法唱えてきちゃった。しかもダメージ食らっちゃったね。まあ、魔法はダメージ食らうかんね。あ、4人だったら来るんだよね。じゃあやっちゃおっか、ボルト。B2、B、ノーバディ。あ、逃げんの？え？で、こっちもドンツキ。だね、逃げるよね、これはね。で、これで戻るでしょ？で、これ右に行くと、おや？あ、もう一個か。これを右に向くと、南に向くとね、右向いて南に向くと、いつものところなんですが、ああ、とりあえずぶっこ抜きましょうか。あ、でもノックあるから大丈夫かな。一応ね、いつもの下りの階段あるとこまで行っちゃいましょうか。はい。これずっと出てくるんですよね。でもこれずれちゃうと入ってこれないんですけど、私、まあ、ノックあるからね。ノックあるから全然帰ってくれると。わあ、でも2階はゴリラ多いね。ゴリラ率がすごく高いですね。やばいやばい。戦闘終わった後にすぐ気を押す癖がついてるんで、終わったらちょっと待たないといけないんですよね。待たないと。ヒール舐めると欲しいね、ほんとね。ほんと、これが、お、お、おう。
はい、キャストスプル1の。まあ、もう行っちゃおっか。景気よく行っちゃいましょう。はい、ナバディね。1、2、3、4、5と。わあ、もう。あ、でも経験値入ったね、今。今、フォルクさんの経験値が入りました。で、これであれだね。地面に抜き穴3階です。で、これはね、ちょっと待ってね、と。もう、いっぺんね、上まで戻っちゃいます。まあ、ノックあるからどうでもなるんですけどね。で、ここまで戻っちゃいましょう。で、行けなくて、右は行けるんですけど、これも行ったら帰ってこれないんですよね。もうこっちは、右の通路は全部走破してるんで、これ抜けます。ええー、あ、抜けないの？抜けれることになってんだけどね。あ、じゃあこっちかな？ほい。そうすると、だだっ広い部屋なんですよね。で、じゃあね、うわ、ここ広い。ほんと広いわ。ああ、ここは走りごたえありそうだね。ちょっとこっち行きましょう。なんか今踏んだね。回転床かなんか踏んだね。今度は、ウクラロスさんで、マグマ行きましょう。ウクラロスさん成長させてあげないといけないからね。ほらほら、なんかグー。あ、回転床だ。はいっと。え、回転床だらけ？はい。うわー、ひどいな、これ。ひどいな。はい、これで。あ、これ回転床抜けたね。あ、これ南に向いてる？お、騙されちゃった。おや？これ北に向いてんの？あれ？どこだい、これ。なんか知らないとこに行っちゃった。どこ？うう。すごいよね。後ろ見たら扉ないんだよ。壁も。でも通ると、後ろ見ると壁と扉あるんだよ。もう異次元作ってくれちゃってもね。ええ、ゴリラ。敵がこんだけ出てくるんで、あれですよね。間違いなく。マグマ入れちゃった、ちゃんと。あ、入れてないね。間違いみたいだね。ごめんなさい。おお、ここから見たらズドーンって見えるんでね。こんな地形。あ、わかった。私、間違えて一歩入っちゃったんだ。ノースに向かってます。はい、これ抜けましょう。ノースに。おお、わかった。私、すんごい下がりすぎたんだ。おお、ここで、イースに向かってます。分かったところでまたこう動いちゃうんでね。これは？おい。あ、帰ってきたんだね。これ、北に向いてる？あ、サウスに向かってます。おー。どこ？ 分かんないんだけど。あ、逃げちゃったね、私が。で、またこういう感じになって。あ、分かった。これね、今ね、6の13にいますね。で、これで北見て、7の13。そういうことですね、これね。ああ、そういうことか。で、こっから先にトラップだらけなんですよ、これ。ポンと、ぐるぐるっと。ぐるぐるっと。で、これ多分南向いてるんですよね。だから北に向かないと、もうこっち。これが北に向いてます。で、もう一歩でぐるぐるっと。もう一本でグルッと。あの扉入りたい。いい感じ。あ、来た来た来た。で、グルッと。あ、敵も出てくるわ。敵もぐる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 回ってんだよね、これね。で、エンカウントするんだよね。もうなんかエンカウントした瞬間にね、うえーって言いそうな感じがせんでもないんですけども、お互いね。で、これ元に戻ってきました。とんでもないとこだったね。で、あのぐるぐる回っと、ぐるぐる全部回らないといけないのかな。はい、ぐるぐる。で、今これ入ってきて、南に向かないといけない。これは東に向いてます。はい。あ、これ南向いたね。で、南向いてぐるぐるっと。あ、敵仕掛けてますね、ここね。1の、もうマグマでいっちゃえ。ノーマでね。
に、あ、逃げんのか。で、北向いて、北向いてる。あ、南向いてる。おい。また北向いちゃったね。北だ。北だ。西だ。西だ。北だ。北。北。あの、今、向いてる方向ね。言ってるんですか。これ、東に向いてますね。南に向かないんで、ああ、向いた。で、あ、あ、ここもトラップないのかい。あ、トラップ抜けなんだね。なんか変なとこ来たよ。なんか変なとこ来たよ。あ、なんかどっか飛ばされちゃった。ああ、ここに来たのか。ここに来たんだね。じゃあね、ちょっとこの辺で終わっておきましょう。早くにさら終わっておいてあります。どうもありがとうございました。